皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。心穏やかな月曜日ではあるんですが、ただまあちょっと余裕はないですわね。明日はもう必勝みたいな感じで、皆さん望んでらっしゃるかと思いますが、まあ、心穏やかな月曜日でございます。まあ、負けるとなかなか見てくれないね、このカズチューブみんなは。まあそういうもんなのかな。負けたら負けたでこう大騒ぎした方がいいのかなと思いながらも、まあでもそういうチャンネルじゃないんでね、僕の場合はね、頑張っていつも通りにやっていきたいと思います。さあ、いよいよ明日はホーム開幕、楽天を迎えての、ホーム開幕戦ということ。明日からは楽天3連戦ね、でその後金曜日からは日本ハムビッグボスを迎えての3連戦、つまりホームで6試合続くということなんですね、今週はね。さあ、ここどう戦っていけるか、一つこのシーズン序盤を占う意味でも非常に重要な6試合ということが言えそうです。で、相手は明日は楽天さんなんですが、去年2021年楽天25回戦って10勝10敗5分け、全くの五分でした、互角でしたというね。だからまあどっちに転ぶか分かんない相手ということになります。まああのあんまりこう楽天相手にこう楽に戦えるシーズンっていうイメージないもんね。やっぱ手強い相手であることは間違いない、強いもんね。で、3月29日火曜日、明日の今シーズンのオリックス対楽天の今シーズン第1回戦の先発ピッチャーはオリックスが田島、一方の楽天が田中、田島大輝、田中将大の先発で始まるという明日のゲームなんですが、まあこの2人を、まあ、考えますと、そう簡単に点は取れないとは思うんですが、それぞれのピッチャーの対戦との相性を見ましょうか。田島投手の対楽天、去年2021年6試合に登板して2勝負けなしで、防御率も 1.42、 ほぼ完璧、被打率は2割2分9厘で、ウィップが 1.21、 ウィップっていうのは1イニングに背負うランナーの数の平均ね、まあ、1人ちょっと、まあ、背負うということになってくる。まあでも 1.21 だったら優秀な数字だよね。これが2とかになってくるとしんどくなってくるんだね。ということで、まあ6試合2勝負けなし、防御率も1点台ということで、まあまずはそうは打たれない、去年はね。でその傾向が続くならば、明日もそんなに楽天には攻め込まれないであろうということではあるんだけども、楽天の各バッターとの数字見ますとね、鈴木大地、左対左ではあるんだけども16打数の5安打、3割以上打たれています。あと島内選手には16打数の4安打、2割5分ちょうど。浅村選手はね、あの14打数3安打と2割台前半に抑え込んではいるんだけども、ホームラン1本打たれています。ということで、まあこれで考えるとやっぱりこの鈴木大地というところを、ちょっと警戒しないとなという感じはしますね。島内君もやっぱり勝負強いんでね、だこの辺り、まあ、左対左ではあるんだけども、なかなか油断はできないということですね。まあ、あの去年の数字なんでね、また今年これ変わってくる可能性もあるんで、去年の数字です。で、田中将大投手、去年の対バファローズ、これ2021年ね、4試合に登板して0勝2敗、勝ちはなかったんだけども、対戦防御率は 2.25、 まあ2点ちょっとね、9回投げると。ただね、被打率がさっき田島投手は楽天戦被打率が2割台あったんだけども1割台よ。オリックスはトータルで田中投手からは1割8分4厘しか打てていない、ね、でウィップ、1イニングあたりの平均背負うランナーの数が1切ってる 0.79 ということは、オリックスは田中投手からは、まあ、点は取って勝ってはいるんだけども、まあ、点はそんなにたくさん取れてないよ。だけども少ないチャンスを生かしてちゃんと点を取っているということの裏返しなのね。だから明日もその少ないチャンス、おそらくはそう簡単には打てない、ピッチャーですから、少ないチャンスをいかに、生かせるか、それが大きなポイントになってくる。まあ、去年それができたから田中投手はオリックスに勝てなかったということなんですね。まあでも防御率は 2.25 全然いい数字だもんね。だからまあ簡単にはいかない、つまり明日は普通にいけば投手戦と
ということが考えられます。だからこの前の開幕戦の由伸君と高橋光成投手の投げ合いのような感じの、ちょっとこうヒリヒリするような、そんなゲームになるんじゃないかなと僕は見ております。で、田中投手に対してじゃあオリックスのバッターはどうなのか。福田選手が13打数4安打3割以上打っています。吉田選手は6打数の3安打、打数は少し少ないんですけども5割打ってる。で、神戸でホームラン打ったね、逆転のスリーランホームランで、ラオウがね、やっぱり打ててないのよ。去年12打数の1安打1割ないね。宗選手も13打数3安打2割台前半ということなんで、あとは紅林くんあたりがね、どうだろうね。去年の最終戦25回戦は紅林くんが2本タイムリー、田中投手から、まあ、渋いあたりバットの先で引っ掛けてうまく三遊間割っていくヒットと、あとライトの前に落ちるヒット、あの貴重な、まあ、渋いヒット2本タイムリー打ってるんだけども、紅林がね、まだ当たりが出ていないんで、ホームに帰ってさあ田中に対してどんなピッチング、バッティングを見せるかという楽しみではありますね。まあ、福田君が相性が、まあ、3割以上去年打ってるんでね、そこで出塁できればということになってきますね。で、まあ、明日からホームでビジターでの開幕シリーズは1勝2敗負け越しました。で、去年ねビジターゲームはトータルで32勝33敗6つの引き分けで負け越してるんだ、優勝した年でもあるにもかかわらず。で、逆にホームゲームが去年は38勝22敗12分け38勝22敗16貯金作ったホームで、ということはこれホームで今年もね、勝ってくれればということになってくるんでね、ぜひ、ホームの皆さんのその声援を後押しに頑張ってほしいなと思いますね。明日は楽天戦、まあ、本当に厳しい相手ではある。楽天さんもね、ロッテ戦にサヨナラ勝ちで勝ってね大阪乗り込んでくるし、オリックスは6点差をひっくり返されて大阪に帰ってくるしということで、谷健さんはね、本拠地6連戦大事ですね、ここで西武戦の負け越しを忘れさせてくれるような良い試合を期待したいです。おっしゃる通りです、ありがとうございます。秀球球さんも明日もロースコアのゲームが予想されます。両先発が降りた後の継投が大きなポイントになるのではと思っていますと、いうことですね。まだ平野投手が1回も投げていないということですね。昨日できなかった打線の中押しダメ押しに期待したいですと、いうことです。ありがとうございます。それからドリームスカムトゥルーさんは、足立選手の登録抹消残念ですが早い復帰を期待します。左の足首の捻挫ということでね、まあ、登録抹消されました。今日ヤフーニュースでそれを僕知ったんだけども、ヤフーニュースって下にみんなのコメントは出るじゃない。で、まあ捻挫でよかった、人体とかやっていたら…とか書いてあったけど、捻挫っていうのは人体の損傷だからね、その程度っていうのはもちろんあるんだけども、はい、捻挫でよかった、人体やってなくてよかった、ね、それは間違ってますから、捻挫は人体ですから、ということですね。はい、それから、まあ、T 岡田選手、足立選手のいないホーム開幕戦はドリームスカムトゥルーさんね、大変だと思いますが、去年の全員で勝つを思い出して頑張ってほしいですねということですね。投打とも粘って粘って戦えばいい結果につながると信じて応援しますということ、応援してください、よろしくお願いします。というわけで、はい、ミーポンさんも、明日のゲームは田島投手 VS 田中投手、大量点はなかなか厳しいですね、少ないチャンスを生かして勝利をこの手につかみたいですねとおっしゃる通りですね。というわけで明日のゲームの展望でございましたが、まあ皆さんと同じ考えで、そう簡単に点は取れない、そう簡単に点はやれない、そんなゲームになりそう、開幕戦のような感じですよ。もう少ないチャンスを生かせるかどうか、ミスなく戦えるかどうか、ということで、あと継投になった場合ね、でこの前は点差が開いて由伸君が8回まで行ってくれて、大量点があって9回のピッチャーのスイッチだったんで、そういう状況になればいいんだけども、なかなか、ちょっとこう中継ぎ陣の不安を露呈してしまった、まあ、ずっと僕はそんな感じではないと思うんだけどもね、所沢でのゲームだったんで、明日はどんなゲームになるか、まあ、とりあえずまずは先発がしっかり頑張って、でその中で先制点を取ってということを期待したいですね。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。明日のゲームの見どころ展望でございました。じゃあまた野球場でお会いしましょう。